どうも、おつまるです。栗山えりと申します。ということで、初めましての皆さんもきっといらっしゃるかと思いますが、初めまして、栗山ゆりと申します。この度ですね、私、普段はギターを弾いて活動しているんですけども、YouTube が好きすぎて、なんと自分のチャンネルを開設いたしました。はい、開設いたしました。改めて初めましての方に向けてですね、私がどんなやつなのかっていうのを自己紹介したいなと思うんですけども、私は なんで今回 YouTube 解説に踏み切ったかと言いますと、冒頭にも言いましたけど、私 YouTube 本当に大好きなんですよ。 YouTube はもう私のなんていうんですか、仕事にもすごく力をくれたし、趣味として自分のなんだろう、癒しとしても存在する大事なものでして、で今回自分の中で何か続けられることをやりたいなと思って考えた時に、YouTube だったらもしかしたら続けられるかもしれないと思って、今回このチャンネル開設、そして動画の投稿に踏み切ってるわけでございます。私が今後やっていこうと思っている内容は、ギターの弾いてみた動画、はい、あとは私ですね、ゆりのおつまるラジオというものをツイキャスの方でやってたんですけど、 YouTube にやはりこう展開してきたということで、おつまるトークというのをですね、この YouTube ゆりのおつまるチャンネルではやっていけたらなと思っております。 YouTube は生配信の、ね、機能がありますので、そういうのも使ってうまく皆さんと交流ができる場ができればいいなと思っておりますし、私は普段やはりギターを弾いて活動しておりますので、使っている機材の紹介なんかもできればいいなと思っておりますので、ぜひぜひ、ギターに興味がある方、そしてですね、音楽に興味がある方、もちろん YouTube 好きなあなたにですね、ぜひ見てもらえるような楽しい動画出していきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そして私の今後の目標なんですけども、やはり、私の魅力はですね、ライブパフォーマンスだと思っているので、ぜひそのパフォーマンスを少しずつこの弾いてみた動画で出していくので、サポートの現場が増えればいいなということと、映像作品にぜひどんな作品でもよろしいです、誰かの後ろでギターを弾くようなそんな人になれるようにもなりたいです。そして YouTube に展開してきたということはですね、やはり YouTube では歌ってみたっていう方がたくさんいらっしゃるかと思いますし、もちろんフィッシャーズさんや東海オンエアさんみたいに音源をもう出している方々もいらっしゃいます。私はですね、ぜひその後ろで演奏できるように、 YouTuber の方の後ろで演奏できるように、頑張りたいなと思っております。今後、私がどんなやつかっていうのはちょこちょこ冒頭に話してから企画っていうのにやっていきたいなと思ってるので、ぜひ皆さん私のチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。そうしたらば、じゃあね、おつまるでした。